皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんですえ、今回のテーマはこちらになりますえ、大きな回り込みができるようになる練習方法ということで紹介していきたいと思います。で、今回の内容をやった方がいい人としては、もう全ての卓球選手ですね。まもちろん、年配の方などもう大きく回り込むことが体的に体力的に厳しいという方はもちろんちょっと。 あの難しいいと思ううんででですすがそうでない方ですまだある程度動ける方に関してはできるだけやっていただいた方がいいんじゃないかなと思う練習方法になります。それはなぜかと言いますとまあその大きな回り込みというとそのオールフォアの人なんじゃないのフォアが強い人なんじゃないのと思うかもしれないんですけど実際その動きメインで使わなかったとしてもまあいつでも回り込める。 で回り込む動きのトレーニング動き方のトレーニングっていうのをやっておくことっていうのはすごく大切だと思うんですねその動きっていいううのを一度体体感すすするるに覚えさせるっていうのがすごく大切ですやっぱりそのメインで使わないにしてもじゃあいきなりフォアでラリーをしていてバックにチャンスボールが来たらどうするんだとなった時にほとんどの方はやっぱ回り込んだ方が可能性が高いっていうこともありますし。 試合でそういう時にいきなりパンと使うためには、普段必要な動きよりもちょっと大きい動きっていうのを体感しておくことで、ま焦らずにできるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんにやって欲しいと思います。はい、で今回の練習方法なんですけど、あの卓球練習でやってもらうとすごく効果的かなと思います。はい、まず練習方法の一つ目の手順です。一つ目の手順は。 フリーハンドです、ね、私の場合は右利きなので左手になります左手をこのフォア側の卓球台の角ですね角にタッチしますこれが一つ目の手順ですフォア側の角にタッチするので実際の回り込みのバックってすごい遠いですよねここがすごい大切なその大きな回り込みっていうことができるようになるポイントですでこの二つ目の手順としては このタッチの瞬間ですねタッチの瞬間に下回転の球出しをバックに送ってもらってください、はい、もし下回転の球出しと間に合わないっていう方はチャンスボール少しゆっくりフワーンとくるようなチャンスボールを送ってもらってください二つ目の手順はこのタッチの瞬間に合わせて球出しというような感じになります三つ目の手順は その球出しが来るのでタッチした瞬間に合わせて球出しを出してもらってそこから一気に回り込むということですね一気に回り込むということですはい。 でこれ何でタッチした瞬間に出してもらうのかというと、ま、ずその自分ででで足をを動かすすタイミングを見計らうことができるんです、ねえー、大きく回り込むためにはその足の使い方として大きく足を交差させるということも必要ですしすごい強い足の踏ん張り床をガンって蹴る踏ん張りも必要になってくるんですね。はい でやっぱりそれいいきなりボールを出されると正直上級者以外はすごく難しいんです、ね、でも今回の方法だったらこうタッチした瞬間にポンと一気に動くことができるのでそのタッチすることでタイミングを見計らってその逆にそのいい練習をすることができるっていうのが今回の練習の狙いになっています。